ラビスタ新杉田は神奈川県横浜市磯子区杉田一丁目の再開発ビルである。JR 根岸線新杉田駅西側の磯子産業道路と国道16号に挟まれた一角にあり、本再開発以前は商店や住宅、銀行店舗などが混在していた。1979年衆議院議員佐藤一郎の発案により、 新杉田駅前と西に400メートルほど離れた京浜急行、杉田駅の2つの再開発ビルを各両駅を結ぶ杉田商店街を軸とするに各一軸構想が始動。本ビルに先行し、杉田駅前の再開発ビルが1990年9月に着工、プララ杉田の名称で1993年4月に竣工した。本ビルの建設は、 その10年余り後になり、1999年3月に都市計画決定、同年11月に事業計画認可、2001年7月に着工し、2004年9月に竣工した。施設名は公募で選ばれ、英語及びイタリア語で展望、眺望を表すビスタから取られた。2009年には開業5周年を記念して公募により、 うさぎのマスコット、アイラビちゃんが登場した。1階には、スーパーマーケット、鈴木屋と、再開発以前にあった横浜銀行、水穂銀行、横浜杉ぎた郵便局ほかドラッグストアなどの店舗が入る。2階は JR 根岸線、金沢シーサイドラインの新杉ぎた駅と、屋根付き歩道橋でつながり、書店やレンタルビデオ店、飲食店などが並ぶ。2階通路から、 杉田商店街入り口の青天橋交差点に面してエスカレーターがあり、同商店街を介して新杉田駅と杉田駅を結ぶ歩行者道線としても機能している。3階は180台収容の駐車場。4階は保育園と美空ひばりが初舞台を踏んだ劇場の名を残す杉田劇場となっている。構想部は横浜市住宅供給公社の30階建て。 倉庫数308個の分譲住宅、横浜シーナリータワーで煙突を除くと、磯子区で最も高い建築物である。横浜シーナリータワーに関するカテゴリー、ありがとうございます。